白蛇のベッドストーリー、ベッドストーリー、ベッドストーリー。はい、皆様お疲れ様でございます。白蛇です。今回はですね、X の紅についてね、概要、印象、当時の思い出なんかをね、まあまあのんびりとお話ししていこうかと思います。皆様もね、どうぞお気軽に当時のことや 今のね曲を聴いた印象なんかをコメント欄に書いてみてください。またね、この動画はラジオになりますので、寝落ちや作業用にお使いください。X の、メジャー初のシングルとして、1989年に発売されております。カップリングは 20th Century Boy でで 20th Century Boy みたいなね、T-Rex の、ね、あのカバーのやつですね。もともとね、インディーズ時代からねあった曲だけども、何度もリメイクされて、まあ、今のようなね形に進化していきました。なんかね、ウィキとかにですね、まあ、特にあのヒデとタイジがリメイクして今の形になったって、書かれてたりするんですけどね、まあ、なんかこういうのってなんていうんですかね、まあ、それまでのみんなのね、力とかねいろんなその編曲の、まあ、力があってこのような形になってると思ったりもするんでね、まあ、ちょっと書き方がちょっと気になるような気はしますが、はい。で、こう時代とともに進化していく曲なんですけども、アルバムで、こう大きくねそのバージョンを、まあ、分けるとすれば、バニシングビジョンバージョンと、ブルブラバージョンで、まあ、大きく違うのかなと思います。バニシングビジョンはね、まあ、あの英語表記でね紅って書かれて、詞も全部あの英詞なんですよね。で、あのブルーブラッドバージョンはあの紅、まあ、漢字で書かれてて、日本語もね、混じった歌詞になってると。はい、で高校野球の、まあ、応援歌として、まあ、あとはゲームで太鼓の達人とかもね、収録されてますね。まあ、あの高校野球とかこうテレビ見ててね、こう応援ソングで流れたりたまにするんですよね。で、まあ、その時にまあこうおっってこうなるんですけど、まあ、そういうのを見るとこう若い子にもね受け継がれてるんかなみたいなね、まあ、ちょっとしみじみ思うんですけど、まあ、もしかしたら先生が好きでこう選んでるかまあ伝統みたいになってるのかね、ちょっとその詳しいことはね僕吹奏楽部とかじゃないんで分かんないんですけども、はい。で、曲の印象がですね、まあ重いって感じがねするんですよね。なんか重たさを感じる曲なんですよ。それってなんかなんて言うんでしょうね、こうかっこいい重たさっていう感じなんですかね。X の曲ってね、まあ、バラードから、まあ、かなりハイスピード、ハイテンポの曲まで、こうちょっといろいろスピードがあるんですよね。で、やっぱ速い曲ってこう疾走感とかね、すごい感じたりするんですけど、まあ、この紅に関しては、まあ、そういう曲の中で見れば、まあ、そんなに速くないんですよね。ただね、まあ、そこがいいんですよね。なんかこう、速くないのがこうかえってこう逆にこう重たい、なんていうんですかね、切なさをちょっと感じるというか、そんな感じがします。はい。で、ライブバージョンとかだとね、またちょっとこう早かったりするんですよ。ちょっとねやっぱこうライブで興奮したりしますからね。それでちょっとねなんかこう早くて、ただそれだとちょっと軽くなる感じもちょっと個人的にはするかなと思ったり、はい。で、紅のねそのスタジオバージョンの方がやっぱちょっとちょうどちょっと遅くてね、ちょうどいい感じに感じますね。それで概要でもまあちらっと触れたんですけどもね、英詞のバニシングビジョンバージョンとブルーブラッドバージョンね、大きく分けるとまあ2つのバージョンがあるかなと思うんですが、まあ英詞だったりね、その音質だったりね、まあちょっと昔のその機材っていうか、それでちょっとなんか変わった音質、バニシングビジョンバージョンがね、
だったり、あとギターソロはねちょっと大きく違ったりするんですよね。はい。で自分はねブルーブラッドバージョンをね知った後で、まあ、後にあの子インディーズのそのアルバムもうあんのかいみたいな感じ で買ってね聞いて、でバニシングビジョンバージョンの方をね後で知ったんですけど、もうね衝撃ですよねなんかかっこよくてもうすごい2度楽しめた感があって、はい、そういう思い出がありますね。で特に感想がね結構違くてね、個人的にはなんか初期の頃の方がかっこいいんじゃないかなって思ったほどですね。はい、まあ、皆さんもね、これどっちがいいかとかもしよかったらコメントに書いてみてください。感想のね、ギターソロの中盤くらいのところでね、まあちょっとこういうところがあるんですよ。中盤ぐらいね、ドゥラレルレデルデルドゥラレル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 デル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 わかります？このデルデ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 ルみたいなのがあるじゃないですか。でここね、ヒデパートをちょっと実際に弾くってなると、ちょっとこのギターの弦のね、この場所の話ちょっとすると、1弦の10フレットから5フレットに、プリングした後に小指人差し指プリングした後に3弦の7フレットを、まあ、中指かでこう押さえて弾いてを繰り返す、まあ、ちょっといわゆるストレッチフレーズってやつなんですけどね。これね弾いた方思う人は思うと思うんですけど、あれ結構きつくねってね思うと思うんですよね。まあ、ヒデのねこのフィジカルの高さもあるんですけど、あとねなんかこう手もねなんかそこそこ大きいんじゃないかって感じるんですよね。なんか少なくとも小さくはないのかなと。はい、なんか華奢でねこうなんていうんですか、こうちょっとちっちゃくてっていうかね、こう可愛らしいイメージあったりするかもしれないんですけど、意外といい体格というか、まあ、そこそこの体格、腕の長さや手の大きさだったんじゃないかなって、なんかこのフレーズから勝手に思いました。あとで、ギターの、まあ、そのフレーズとかね、まあそういうので言うと最後のユニゾンフレーズってやつ、ほんとね紅のその最後のドゥルルデ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 ルルって これあるんですけど、多分こうね聞いてる方は分かると思うんですけど、あれこうドラムもベースも、まあ、ベースとギターもほんとユニゾンフレーズで、ドラムも途中からこう同じような打数っていうんですかね、デレレ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 デレデレデレみたいな感じでこう合わせてくる感じで入ってくるっていう、変わるんですけど、あれがね合わせるのめっちゃ難しいですそれがそういう記憶っていうか、そういう思い出っていうかそうありますね。はい、いやまずタイジのベースがですねもう素晴らしいんですよまずね、まあ、ちょっと私事なんですけど、中学2年生の時からねギター始めて、で中学3年生の頃にですね、まあ、ベースも始めるんですよね。でまあ最初はこう、まあ、いきなりね、まあ、X とかやるとこう難しいじゃないかなってことで、まあ、簡単そうなそのパンクとかね、まあ、ロックとか、まあ、それも奥深いっちゃ深いんですけどね、まあ、でもスピード的に右手のこの細かさっていうんですかね、的になんかこうできそうかなと思って、まずそっちからやってみたんですよね。そしたらまあまあ慣れまして、ベースに少しね、で、まあ、慣れた頃にですね、まあ、そろそろちょっと X やってみようかなと思いまして、でまずくれないでしょうと思いましてね、で、まあ、その当時ってまだよくこう音とかもね分かってなかったんで、まずバンドスコア見たらね、まずハテナマークなんですよなんぞこれみたいな、どういう、え、こんな風に弾いてるみたいな、なんかこうその時までのイメージがねなんていうんですかね、ドゥデーンドゥデーンデーンドゥデーンデーデケ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 ぐらいに思ってたんですよ、これイントロね。
でも全然違くて、ちょっとこんな感じなんですよ。ドゥ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 、ちょっと音程やばいっす、音程やばいっすけど、なんかわかります、全然なんかもうグイングもうブインブイン動くじゃんみたいな、もうブイブイ動くじゃんみたいな、そうなんこれですよね。もうびっくりして、ほんとびっくりしてね、呆然ですよね、やばくねみたいな、全然なんか違うんですよ、他の、まあ、こういったらあれですけど、比べるのはあんまよくないけど、なんか他の曲、他のバンドのベースの感じとなんか毛並み違くねみたいな。これね、あんまりベース聞いたことない人とかね、まあちょっとそこまでこう意識して聞いてなかったっていう方ね、ぜひねヘッドホンしてね、ベースに集中して聞いてみてほしいです。でバンドスカとかあるんであれば、それ見ながら聞くとね、なおこうイメージしやすいっていうか、分かりやすいかなと思うんで、はい、ぜひ聞いてみてほしいです。それで小学生の時にですね、Mステだったと思うんですけどね、で紅を、まあ、そのテレビでこう見て、でそれをちょっと覚えてて、でヒデがねこうギターソロ場面でその決め、なんかでってってってでででってってってでで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 でっていうとこあるんですけど、でそれに合わせてこうヘドバンっていうかね、赤い長い髪をね振り乱しながらしてたので、なんかこう印象に残ってますね。まあちょっとこういったらですけど、当て振りなんでね、まあできたかっこよさではあると思うんですけど、まあ、そういう当て振りとかはね、ほんといいと思うんですよね。こうかっこよさ重視とかね、可愛さ重視のおキャンピーみたいなやつね。何おキャンピーって。もう技術ありますみたいな、ちょっと当て振りはどうもねって感じなんですけど。まああとね、まあ、ちょっと話はそれるんですけどね。まあ当時、まあ当時っていうか、小学校3年生か4年生ぐらいの時ですね。まあ、そのサッカー漫画が結構好きだったんですよ。キャプテン翼の定番のサッカー漫画、キャプテン翼とかね、あとねカットビットって知ってます？結構面白いんですよね。でそういったサッカー漫画も結構好きで見てて、で、まあ、サッカー部ではなかったんですけどね、サッカー結構好きでね、まあ、友達とよく遊んでたりしたんですよ。でサッカーの技でオーバーヘッドキックって知ってますかね？こう空中にね浮いた球をこう爆宙みたいな、爆宙仕掛けながらこう蹴るみたいな、もう今覚えるすごい技ですよね。ありえない、もうヘディングでいいんじゃないみたいなまあでもオーバーヘッドキックでね、まあ、実際に決めてるプロってたくさんいますからね。でまあこの技がね、まあ、こう漫画とかにも出てきてね、でそれにこう憧れたりもねしましてね、そういう憧れる時はその小学生の時にあったんですよ。で、まあ、ちょっとこれをやってみたいなと思ってね、こうベッドでこれをちょっと練習したりするんだよね。でベッドで、まあ、ちょっと爆宙とかねそれできないから、まあ、ベッドにこう後ろにこう倒れ込みつつジャンプして、で部屋のね電気の紐、電気コード、わかります？こう部屋のこのなんていうんですか、その今ねこうもう電気のコードとかないかもしれないですけど、あったんですよね。まあ今でもあるとこあると思うんですけどね、蛍光っていうんですか、あれからこうタラーって伸びて、あれに向かってこう蹴ってね、狙いを絞ってこう蹴って後ろに倒れ込みつつね、しかもやっぱこう子供ですから楽しくてね、やってるともう興奮するじゃないですか、もうキャッ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 、もう狂ったようにやってたんですよね。でそのやってたらね、その足をねこう振り上げるじゃないですか、で振り上げても振り戻す、振り上げて戻すんですけど、それ何回も繰り返してやってて興奮してたらね、ちょっとこう足がねこうまだ前にある状態で膝だけ先に曲げちゃって、膝だけ先に曲げてこうかかとが先に戻ってきたんですよね、こう戻ってきたんですよね。そのかかとがねあるじゃないですか、そのかかとがねこうちょうどこれ、ね、信じられないですよ。私のねこのキャン玉をね直撃しまして、もう悶絶ですよ、もうみたいなね、まあ、この時にちょっとまあ我に返りましてね、また一つ大人の階段を登ったのかなと思います。はい、皆様もぜひこんなね、こ
中二病の話をコメント欄にて聞かせてくれたら嬉しいです。この曲に挑戦したのが、中学2年生の時ですね。ギターを始めて、まあ、ちょっとしてからどんなもんだろうと思って、まあ、挑戦したんですけど、全然弾けなかったですね最初はね、ただね、こう最初のアルペジオあるじゃないですか。デイ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 みたいなね、あれね、こう一生懸命やろうとしてこうやってみたりして、でなんかね感動したの覚えてるんですよね。っていうのも、こういうアルペジオっていうもの自体をね初めて弾いたのがこの曲なんですよね。でこう音の綺麗なねフレーズの仕組み、運指の仕組みっていうんですかね、っていうのをちょっと知りながら、あ、こんな感じで弾けるんだみたいな、なんかねそういう仕組みとかね理をね知った感じがしてね、すごく興味がこう湧いて面白かった曲がありますね。あとはね、そのスピードが他の曲に比べてねそこまで速くないんで、まあなんかあちこちちょっとかいつまんで練習して、ただこうやっぱ難しいんでね、うまくいかなくて挫折してっていうのを繰り返して、まあ少しずつ弾けるところが増えていったような感じはありましたね。はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。またね、このラジオ動画で出会えれば嬉しい限りです。皆様がね良い夢を見られますように、そして明日も良い日でありますように。それではさよなら、さよなら。